皆さんこんにちは、ビジュアル手がこと峰村啓二です。毎回さまざまなビジュアル系バンドを逮捕し、最新情報をお届けするこの番組、今回の容疑者もあちらに潜んでおります。では逮捕してください。ビジュアル逮捕は、うん、まあその昨年、うん、ドレビダム復活なさったじゃないですか、うん、でまあ何ですか、単発でもなく、はい、割と年間で2015年やってらっしゃって、はい、中での怪人二重面相というものを結成した経緯というか、どういう感じなんでしょうか。なんかね、でも、うん、ドレミ解散して、はい、そっからもずっと連絡とかやり取りはしてたんで、うん、これは収録曲に関しては、うん、このラインナップになったっていうのは、うん、今回ね、あの3曲とも、はい、なんか一貫した世界があって、あのよくコンセプトアルバムって作るじゃないですか、はい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 、あるじゃないですか、はい、でまあでもまあ曲数はまあ3曲なんで、うん、で3曲ともまあ、あの通して同じような世界観なんで、はい、まあ、一応コンセプトシングルみたいな感じにしてるんですよ、うんうん、ちょっとね臆病になってますよね。もしかしたらまだまだバンドとして未完成なのかもしれないとかね、わ、うんうん、かりますよ、僕もやっぱ近いシーンもありますからね、ベンジャミンとね、うんうん、からなんか自分がその例えばそのバンドを始めて、うん、一番最初のバンドの時に一番初めて本当に生涯人生初ワンマンの時って、うん、こんなになんか簡単にワンマンってできなかったじゃないですか。そう考えたらすげえもっとワンマンを重く考えた方がいいのかなとか。ビジュアルデカ Z では出演してくださるバンドさんの最新情報を募集しております。センター線は取りませんので、どしどし応募ください。